温かい感じでお迎えください。檜山さやかさんです。何をやってるんですか。何をイチャイチャやってる。気をつけて。やるなら小牧だと思ってました。緊張するよね。えんちゃん。小川せんなです。今日皆さんに会えて嬉しいです。よろしくお願いします。ひえちゃん。皆さん一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。ひげちゃん、今日はお集まりいただきありがとうございます。改めまして時田瑞希です。今日は一緒に楽しむ楽しい時間を過ごせたらなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなちょっと恥ずかしいのか、その後ろに下がり気味なので、ここに、はい、前の方に並んでるんです。はい。それでは、続いてのキャスター。はい。いつもギャグが滑っちゃいます。小牧ゆいキャスターです。ゆいちゃん。皆さん、こんにちは。小牧ゆいです。今日はお会いできてとっても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は滑らなくてよかったですね。なんでそういうこと言うんですか。さっきお昼ご飯の時滑ってました。うまゆうやってましたよ。やってました、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、温かい感じでお迎えください。檜山さやかさんです。近くからも遠くからもお越しいただきありがとうございます。本日は一緒に楽しんでいきましょう。今日もありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして続きましては7月は毎日が私の日、高山奈々キャスターです。皆さん、今日は皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きましてはですね、はい、まだいるんですか。鹿島が生んだミスター天才、宇野澤さんです。宇野澤さん、声援がすごい、声援がすごいです。業務全体は宇野澤です。自分にこの挨拶ですね。すごいですね。はい、よろしくお願いします。さあ、お待たせいたしました。お待たせいたしましたよ、皆さん。はい、今日はどんな話をしてくれるのかな。山口さんです。すごい。すみません、うぼせた山口さんです。本日はお忙しい中いただき、お越しいただきましてありがとうございました、ということでですね、またお楽しみいただければと思います。はい、皆さん、今日はお集まりいただきありがとうございました。いつもありがとうございました。いつも睡眠不足を心配されるんですが、今日は8時間寝てきました。よろしくお願いします。はい、そして今松池彩香キャスターが番組終わってこちらに向かって今準備をしているところですので、この後登場させていただきます。はい、こちらが金の盾になります。届いたばかりのもので、これをこの場で開封する。この場で、わ、すごい重たいですね。重たいですね、これ。
地味じゃないですか、この人数の前でみんな喋んでてくれないえ、どう、せんちゃん初めてのイベントどうですか緊張してますか、サンシャインの後に来たので、もうアドレナリンが出てあー、じゃあもう余裕ですねえ、ちょっとさ、リエナちゃん喜びの舞を覆うのよろしいですかはい、でもあー、いいですね、いいですねいいよ、いいよいいよ、綺麗だよリエちゃんにもあ、リエちゃんえ、踊るの何してくれちょっと待ってください。え、みーちゃん、その踊りおなじみの踊りなんですね、それは。じゃあちょっと、このグズグズしている、え、マイク持ってない子いるどうですか、さやっちとゆいちゃんは、なんかこう、デビューの後いや、若そうと思ってるんですはい、ありがとうございます。え、デビューの後さ、すぐイベントやったじゃん、はい、あれ8年ですよね。あれどれくらいの規模のイベントだったんですか。確かに何をやってるんですか。何をイチャイチャやってる。あ、もう飽きましたよ。あの、飽きました。もう、はい、大丈夫です。はい大丈夫ということで、はい、じゃあ行きましょうか。はい、せーの、どーん。すごい。剥がします、これ。あ、剥がしましょう。剥がしましょうか。本当に、はい、こんなに大きいんですね。すごーい。すごい。じゃあみんなで指紋をつけていきましょう。触ってください、触ってください、触ってください。これは本当に皆さんがね、あの、登録して応援していただいた、そういったなんか証というかね、形になっているものだと思います。なんですか、あの、写真タイム撮っといた方がいいんじゃないですか、これは。気をつけて、やめてやめてやめて、ね、やるなら小牧だと思ってました思ったねえあ、なんか優勝したみたいな感じ。え、絵面が優勝したみたいな。渡す側みたいじゃないですか。あ、渡す側。渡す側みたい。いいですね。なんか教会の方ですね。あ、似合いますね。そうですね。看護師で何かを受賞された方。受賞されたのかな。